はい、野坂岩でございます。今日からゴースト・オブ・ツシマをやっていきたいと思います。赤狼もねまだ終わってないんですけど、前回ホライゾン・ゼロ・ドーンをやっていて、やっぱりストーリー性がある作品をやった方がね楽しいので、中途半端でありますが赤狼はちょっと置いといて、ゴースト・オブ・ツシマをねやっていきたいと思います。では最初から、はい、難易度普通、字幕付きですよね。うわ綺麗だな。ちょっとムービー見ていきましょうか。蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。いきなり戦闘？わからない、わからない。これどうなってんの？あ、ま、よくで攻撃。なんかわからない。ついてまいれ。
ついていくよ。無理や無理や。こうかこうかこうだな。者ども続け。了解。もう子供の新手だ。やるわけね。これガードは？ガードは？あら。まごめんごめん。どれが敵？どれが敵？なんか分かんない分かんない。さらに MP が来るぞ。これいいのか？合ってるのか？どこだどこだ。行った？やった？もはや我らのみ残された道は一つ。敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よくお供します。おりゃおりゃ。いたぞ。あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。はいきなり爆弾。おしゅう。うわ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う侍よ。
我に下るか。生きてたんだね、ジン君。地を探せ。これどうやって、あ、ホワイトするのか。太刀を探せ。いてありますやん。脳手術を使わせるな。え？誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。ありがたい。家から出ろ。いや、出たいんですけどね。何もないの？出る。少しならあるから、もう全然。
うお。そこまで刺さんでもええやん。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。おお。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが酒井陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。死ねない。うわ、いやいや、来てますかな。安平だ。屋根に登るしかない。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。そんなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。ん？何がある？何がある？
こっち？いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。立ちさえあれば。家の中に隠したのかもね。ん？どこかにあるはず。立ち？我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥、臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。いやいやいや。強打、強打、強打。わしに当ててみよ。近くに来い。突き、突き。わしをついてみろ。よろしい。さように戦えれば技をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。御意。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。おりゃ。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よし、よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。まだ痛みに耐えてみせよ。よし、
これが体力、これが気力。あ、なるほど。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流す。待て待て待て、上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。マルトエル、よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けた。ついた後の隙を見逃すな。ん？ちょっと待って。わしがついたら避けるのだ。あ、ちょっと待って。良い動きだ。どうだ？いかなる分も、なるほど。いかなる兵も打ち破る手はある。ご指導。痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ。終わり。あと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。シャキーン。え、実戦？馬はどこにおる。馬屋にいるかも。来て。
騎兵だ。マガモン顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さん、おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。え、やる？いけない？L で攻撃対象を選べる。何これ？あれ？襲いかかろうとする敵に標的を撃つ。何でこれ？近いな。武器じゃないだろ。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと。ん？どこ行くの？え？え？え？助けを求めている者を救え？え、どこどこ？あ、ここね。一人も逃がすでない。開いた。え、死んだ。ありがとうございます。あれ、お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。すいません。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。そう、モコにさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじうえがお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじうえをお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。あ、やるのね。はい。ちょっと待て。あ、あかん。あ、死んだ。え、ちょっと待って。わかった。やりがやばい。っていうか、あかん、ちょっと待ちなさい。あれ、なんかキー操作が。あれ、むちゃくちゃグダグダになってきたな。わかった。あ、違う。わかった。ガードしてなかった。そらガードしたいとあかんわな。ごめんね、ジン君。
どれ？こやつらは軍馬。あ、どれ？連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。どれ？どの馬に乗りたい？そしたらこれかな。何これ、デジタルデラックス版の馬選びました。黒い馬を。え？これ？え、どれがデジタルデラックス版なの？あ、これ？あ、これね。どうどう、何じゃ？似合ってる。名をつけねばな。まことでしょう。まことの心。はい。なんかもうキー操作が完全に他のゲームのあれになってるんで。金田の木。地頭は城の中だ。グダグダですね。というわけで、ユナと共に城に行けというところで、一旦今回は終了したいと思います。ちょっとキー操作をね、しっかり覚えて、なんかガードをせずに突っ込んでいって、バッサバッサ2回ほど行っちゃいましたけど、そういうことがないようにね、やっていきたいと思います。じゃあ、この辺で今回の動画は終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。野坂岩尾でした。